そういう人が、あ、この人です、この人が犯人です。皆さんこの人がなぜかわからんけど、そうなの。最近少ししたら寝る時間なんです。ちゃんくん。ちゃんくんこんなのもらってきたからね。匂わないっていうやつ。なんか生ゴミとか何でもいいんだって。あと、にゃんこのマークもついてるから。ペットさんのにゃんこちゃんとかのおトイレのやつ、ゴミ用にもらってきました。あそこの、あそこの紙を。ちぎってまたやる、トイレにかぶせる人が、あ、この人です、この人が犯人です。皆さんこの人がなぜかわからんけど、そうなの。最近トイレの砂をシャカシャカやらない代わりにあれで蓋をしようとします。そうなの、うちのダンボさんみたい。トイレシートがやたら消費されてもったいないじゃん。もうどかしていいのかな、あれ、うん、紙ジャン君もお外にしないかな。そうだね、血尿も出てないし、な時々ね、あのちょっとあ、お尻上がってる上がってるって思うんだけど、でもあそこについてないから、ね、あの、うん、なんか退院したばっかりの時はちょっとしちゃったりとかしたけど、最近はねもう全然お尻、うん、トイレシートそんな汚れないのね。ちょっとトイレをする時にほにゃ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 ってなるのだけが気になるけど、する前に泣くの、まあ、それも、うん、それももう癖かなと思って、ね、そうなのかな。痛いとか難しいとかそういうんじゃないんだろうなと。本当？でも少しさ、ほらあの石の成分出てるって言ってたから、うん、細かいやつだけどね。お水も変わったから大丈夫だよ。ジャン君、もう完璧に直そうぜ。うん。